こんにちは。今日のロスジェネなんですけども、まあ私も49歳、全くのロスジェネ世代ではあるんですよ。まあいつもこういう話するとね、久保さんだから言えるんでしょっていうふうなことを言われそうなんですけども、まさに私だから言えるんですよ。だからね、じっと聞いてもらいたいと思います。私じゃなければ言えないことかもしれません。それぞれ立場に立ったら言えることといないこと出てくると思いますけども、私はね、やっぱりロスジェネから少しでも希望を生み出して這い上がった人間だと思うんで、同じ世代に語りかけていきたいと思います。それはですね、私たちの世代ってのは、可能性が 1% でもあるならやってみようぜっていう言葉に励まされた、そんな10代を過ごしたと思うんですよ。ダメかもしれないけどやってみるっていう言葉に何度も励まされたと思うんですよ。で、それを今使うべきなんじゃないかなと思うんですよね。まあ状況は苦しいんですけども、だからといって嘆いていても、もう誰も助けてくれないことははっきりしてるんで、最後の力を振り絞ってもう一勝負二勝負かけてみようかと思うんですよ。可能性は10分の1、100分の1かもしれません。非常に苦しいと思います。でも10分の1だろうと100分の1だろうと1000分の1だろうと、その1を見据えて、そこを目指して1をただ見つめて進んでいく、それを世間では希望って言うんじゃないかなと思うんですよ。10分の1、100分の1、1000分の1の1じゃないダメになる99や999を見つめても、それは希望には変わらない。そして希望のないところに何の道も引けないと思うんですよね。いや、悔しいなと思うんですよ。ただ悔しいんですよ。ただ何も変わらないかもしれないけども、でもやってみようかなと思うわけなんですよね。そしてやってみた結果、私は今こうしています。具体的にどういう風になってるかってことは言いませんけども、こうしているんで言うんですよ。一を見つめてやった結果、全員じゃないにしてもこうなったっていう現実があるときに、じゃあ次の一を目指す人は誰なんだろうなと思うんですよ。そしていつか10人に1人、100人に1人が10人に2人とか100人に2人になること、しまいにはですね、100人に50人になったり、100人に51人になるっていう風に、徐々にできる人から自分の人生を変えていけるんではないかなと思うんですよ。みんなが一度に人生を変えることはできないと思ってます。でも、一人ずつでもいいから変えていけるんじゃないかなと思うんですよ。一人ずつでもいいから夢に近づけるんじゃないかなと思うんですよ。以上です、今回は。